アルジェリア航空6289便墜落事故は2003年3月6日にアルジェリアで発生した航空事故である。タマンラセット空港からウアリブーメディアン空港へ向かっていたアルジェリア航空6289便がタマンラセット空港を離陸した直後に墜落した。乗員乗客103人中102人が死亡した。目撃者は片方のエンジンが爆発し、 火災が発生していたと証言した。爆発が起きた時、まだ着陸装置は格納されていなかった。その後機体は急速に上昇し、失速した。最終報告書では、事故原因は離陸時のエンジン喪失であるとされた。この事故は当時、アルジェリア史上最悪の航空事故だった。2020年3月時点で、アルジェリアで発生した事故としては2番目に、 死者数が多く、アルジェリア航空で発生した事故としても2番目に死者数が多い。6289便は、タマンラセット空港からヌメラムフ,フデザカリア空港を経由して、ウアリブーメディアン空港へ向かう国内定期便だった。当該機は、マンツジュダイアと名付けられた、ボーイング737から 2T4 で、2機の、プラットホイット 2JT8D-17。 a を搭載していた。初飛行は1982年6月には行われており、総飛行時間は4万1472時間だった。機長は48歳の男性で、総飛行時間は1万760時間だった。内同景器では1088時間の経験があった。副操縦士は44歳の女性で、総飛行時間は5219時間だった。 うち同景気では1293時間の経験があった。あとく14時8分、6289便は滑走路02へのタキシング許可を得てゲートを離れた。14時12分、管制官は6289便に滑走路02からの離陸を許可した。この時の操縦は副操縦士が担当しており、14時13分に機体は離陸した。離陸後、 副操縦士が着陸装置の格納を機長に求めた直後、大きな爆発音がした。この時、機体は高度78フィート158ノットで上昇していた。機体は左に傾き始め、機長が操縦を引き継いだ。副操縦士は着陸装置を格納するか機長に聞いたが機長は反応しなかった。また、副操縦士は管制官に軽微な問題が、 発生したと伝えた。その後、速度が134ロットまで低下し、スティックシェーカーが作動した。6289便は滑走路から1645メートル地点に墜落した。衝撃で燃料に引火し、機体は炎に包まれた。乗員乗客103人中102人が死亡した。事故を生き延びたのは28歳のアルジェリア軍兵士一人だけだった。 事故時には最後尾の座席に着席しており、シートベルトは知っていなかった。墜落の衝撃で機害に投げ出され、渾水状態で救助された。翌日には意識を取り戻し、診察した医師は命に別状はないと述べた。回収された飛行機器やブラックボックスはフランス航空事故調査局へ送られた。一方、エンジンは調査のためベルギーに送られた。調査から まず左エンジンの高圧タービンが破損したことが判明した。高圧タービンの破損により低圧タービンも損傷を受け、最終的にエンジンの出力が低下したと結論づけられた。フライトデータレコーダーのデータによれば左エンジンは完全に停止していなかった。最終報告書では以下のことが事故原因とされた。離陸直後という重要な状況下でエンジンが故障した。 エンジンが故障したとき、パイロットは着陸装置を格納しなかった。また、機長は問題を特定する前に操縦を交代した。加えて、以下のことが要因として挙げられた。ありがとうございます。